体に味が行き渡るように皆さん和えていくわけです。どうもリジドリーさん、リュウジです。ということでですね、今回ですね、カモ動画でございます。いつもお世話になってるこの味パンダ先輩、味の素ですね、自称世界一味の素を愛してる料理研究家ですので、なんですけども、今回はですね、この味の素の旨味っていうのをですね、最大限に活用した激うま野菜レシピです。多分ね、あんまりレパートリーがないお野菜なんじゃないかなっていうふうに思います。こちらですね、チンゲン菜、炒め物とかにしか使ってないんじゃないかな、あとなんか湯がいておひたしにしたりナプルにしたりとかっていうぐらいしかないんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、今回はね、このチンゲン菜をですね、生で食べる、チンゲン菜でね、生で食べるのすごく美味しい、みずみずしくて、生で食べるとやっぱり野菜のね、味がすごい際立ってしまうので、そこでですね、味の素とですね、ごま油の力を使ってですね、このチンゲン菜、無限生チンゲン菜っていうですね、もう無限に食べる、そんなレシピを考えてみたので、ぜひ作っていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料説明いきます。チンゲン菜が1袋 200g ぐらいの、2株 200g ぐらい売ってるんで、それそのまま使っていただければ大丈夫です。ツナ缶なんですけども、2分の1缶油漬けのものは油抜いたものになります。油取ったものになります、はい、あと調味料なんですけども、調味料ね、もう説明しちゃいます。今回の味の素です。野菜ってやっぱ旨味成分がね、ちょっと足りないんですよ、やっぱりお野菜は。それを補強するため、美味しく食べるためにこの味の素を使用します、はい、これがね、お野菜に旨味を加えてくれて、お野菜がとっても美味しくなります。よく言われるのが、味の素使うと素材の味がね、感じられないじゃないかとか言われることもあるんですけども、味の素っていうのはすごくですね、旨味だけ足す、唯一無二と言っていいような旨味調味料というカテゴリーなんですね。チンゲン菜のこのフレッシュな香りを生かした料理に味の素っていうのは必要なんです。なぜかというと、塩味と香りを持たない調味料だからですね。ごま油とこの味の素を合わせるとですね、ごま油の香りが引き立って美味しいんですよ。これはなんでかっていうと、この味の素がですね、香りを持たないので、より一層ごま油の香りが引き立つんですよ。チンゲン菜ってこんなに美味しいんだっていう風に感じていただきたい。本当に皆さんに幸せになっていただきたい。ということでですね、チンゲン菜を美味しく生で食べれるやり方、一緒にやっていきたいと思います。ではですね、やっていきたいと思います。味パンダくんもね、アシスタントで入ってくれてるんですけどね、ハイボール先輩もアシスタント入ってますんでね、ダブルアシスタントでやっていきたいと思います。すごく簡単なレシピなんですけども、目かぽじって見ていただければなと思います。チンゲン菜なんですけども、ね、茎の部分ここねちょっとね切り落とします。はい、でここ切り落とします。まあ食べれるんでね、ちょっと剥いて、たまにここに砂が噛んでたりするんで、これ洗ってください。こうやってね、ちょっと水気絞ってくださいね。じゃないとちょっとね、味がねぼやけちゃうんで、特に葉の部分に水気があるんで、こんな感じですかね。これを取るとともに水気をねちょっとね取っていくと。でここの茎の部分まずね、こうやって切ります。でこっちはですね、ほとんど 葉なので、葉はね2等分にしちゃう。ここら辺はね、塩に浸かるとすぐ柔らかくなりますので、こっちはですね、歯ごたえめっちゃあるんですよ。こうちょっとね千切りっぽく、短冊切りっていうのかな、こんな感じにしてあげます。これも縦に切ってあげる。これこんな感じ、はい、これ全部カットできましたね。まずね、ツナ缶半缶分ぐらい、うん、まあ1回にでも全然いいんですけどね。お塩小さじね3分の1入れちゃいます。で胡椒はね多めです。思ってる3倍ぐらい入れてください。そしてここで主役の味の素先輩、じゃあ先輩よろしくお願いします。うん、1、2、3、4、5、6振りですね。6振り入れていきます。ごま油ですよ、もう全部ね入れちゃうわけです。あえていくわけですね、これね、全体に味が行き渡るように皆さんあえていくわけです。チンゲン菜の量とかツナの量とかによって味は薄いなと思ったら、もう少しね足していただければいいだけなので、混ぜて味をね見ながらやってください。葉の方に味が乗って、茎の部分はね食感を生み出すので、もしねガツンとした香りが好きな方はですね、ここにねおろしにんにくとちょっと入れてもいいんですよ。でここでね、味見てください。味で見てちょっと足んないなと思ったら、ちょっと塩とか追加すればいいんで、
完璧だと思います。お伝え持ってきます。じゃあ盛り付けいきたいと思います。十分に混ぜ混ぜして馴染んできましたんでね。生だとね、若干えぐみがあるチンゲン菜が味の素の旨味によってですね、なんと生まれ変わるんです。おいブラペ、はい、もう完成しました。チンゲン菜を生で最高に美味しく食べるやり方、無限生チンゲン菜の完成です。世話でしたので、いただきたいと思います。いただきます。はい、いただきちゃいますよ。いただきます。あ、めちゃめちゃうまい。生のチンゲン菜のチャクチャク感、どの野菜にも無理だと思います。これはちょっと入ってるこれツナがね、全体をまとめ上げてくれるので、うん、うまっ。これはうまい。チンゲン菜のみずみずしさを実感できるのはこのレシピだけです。うん、ここで味変、ラー油です。辛みがあるのね、違うんじゃないかと。うん、合う。特にチンゲン菜ってね、若干のこのえぐみとか青臭さっていうのはやっぱ残ってるんですね。これがね、味の素のうまみが加わることによってね、しょりしょり食べれる。あ、生のチンゲン菜ってこんなに美味しかったんだなっていうふうに思えるのはお前のおかげだよ。いつもお世話になってます。絶対的に美味しい無限シャキシャキからのハイボール、アレンジしたいんであればシラスとか入れていただいてもいいですしね。小エビとかそばとか合うとかさ、あの乾燥小エビとか桜エビとかね、塩とごま油と味の素、最高のこの味付けはね、覚えておいてください。大体のお野菜が美味しくなっちゃうんですよ、これって。あの無限シリーズっていうのは大体この味付けでやってるんですよ。無限キャベツだとかほうれん草だったりとか無限アボカドだったりね、今のところ勝率がね10割なんですよね。チンゲン菜ってこんなに生でも美味しいんだっていうのを皆さんにね感じていただきたい。なるほどですね。あ、ぜひこの無限生チンゲン菜作ってみてください。合う、やっぱり僕の目論見通りです。